世帯への支援拡大、4月からの4月ですね、うん、この狙いっていうのは改めて教えていただけますか。要は現役世代、子育て世代の負担の軽減で、これによって要は少子化対策にもなるし、経済対策にもなると、こう思ってます。要はそれだけ可処分所得が増えればね、こう子どもたちのためにというか、また家庭で消費する額も増えるし、それからまあやっぱりね、2人から3人というのは結構壁がある。子どもをね、作る2人から3人のところって壁あると思うよね。だからその今日質問でも、やはりその一番の原因が教育費の負担というところが出てるんで、ね、まあできるだけ現役世代の負担を軽減させていこうということで、多子世帯のに対して、私学の教育費の拡充をこうするということです。910万がね、一気に消化というわけにはなかったかな。やっぱり大阪の財政状況とかそういうのも見ながらね、ちょっと考えていかないといけないとこうダメなんで、ちょっとバランスを考えた中で、全てゼロというよりは800万から、900万、10万世帯に行って、私学助成制度、多子世帯については私学助成の、こう私学の高校の授業料の負担を軽減するということを、考えようということです。他にございませんでしょうか。いや、僕としてはね、もう出せるものは全て出してるという判断に似てるんですけど、共産党からね、警察が捜査中であってもね、こちらからからそれを申し入れたらね、検察が出してくれるはずだというような指摘があったんで、じゃあ検察に一度申し入れます。検察の了解を得れば何も隠すことがないんで、全て、一度ね、チェックしていただいたらいかがですか、こういうことです。ただ議会の議員がチェックする以上にね、これはもういろいろ刑事事件にもなってる話で、国会でもこれだけ話題になってる話ですから、もう検察が捜査に入ってるわけですからね、検察がのことの中身についてはね、もう検察が一番明らかにしてくれると思いますけどね、僕は。でも議会の方で何だか隠してるように思われるのね、これも肩腹痛い話なんでね、出せるものは全て出す。ただ今検察に出してる書類はこれ任意で出してるわけじゃなくて、強制捜査の中で出してますから、やっぱり検察に相談をしてよろしいですかという了解を取らない、出せない。検察に了解が、警察の了解が得れば全て、出させていただくということを申し上げました。検察への問い合わせというのはいつ頃となるんでしょうか。いや、もう即やってるんじゃないですか。僕はそう答弁してるわけですから。ただそれが伝わってるかどうか分かりませんよ、相手が。いや、これは難しいと思いますよ。要は個人情報で出せない話もありますからね。例えばこれは森友に限らず、経営状態が分かる財務諸表なんていうのは、これは本来は法人の個人情報に当たるということなんで、これなかなか出せるところがどうかっていうのはね、今の個人情報保護法の範囲の中ということになります。確認ですけど、じゃあその問い合わせをされるのは、認可申請書とその付属書類で、それが
まあ、その求め通り出てきたとしてどういう情報が明らかになっているのか。いやだからそれは共産党がそれを見てね、おかしかったらおかしいと指摘すればいいと思います。僕としてはもう情報は全て開示してると、去年の、府の調査の段階でね、そのスタンスに立ってます、ね、他にございませんでしょうか。改めて太陽党派ですけど、48年後の内部公開が終わってまいりましたが、まあ、受け止めのお願いできますか。いやこれはもう、昨日ね、こう太陽の党にの、まあ今日から一般公開ですけどね、昨日から関係者に公開をし、まあ、寄付金だけでも、ね、予想をはるかに超える金額が寄付されたということで、まあ、大勢の人が大きな期待を持ってくれているということだと思います。この、太陽の塔、の、まあ、48年ぶりの内部公開を勢いに、ね、2025年の万博をしっかりと誘致につなげていきたい、こういうふうに思っています。誘致に限らず大阪の盛り上げに一役買ってくれそうな。いやもう十分買っていただいていると思いますよ。太陽の塔のリニューアルもそれを話題としてね、まあ昨日はドリカムさんもコンサートやってくれて、そのことでまあこう すごく現場も盛り上がってるし、そのことによって、まあメディアの皆さんが太陽の塔の、まあ、存在というのを改めて、その日本全国に発信してくれてるわけですから、非常に盛り上がってると思います。よろしいでしょうか。それでは質問に移ります。政務に関する質問をお受けいたします。よろしいでしょうか。それでは囲み取材終了いたします。ありがとうございました。